ここではシップコンストラクターを使って構造モデルを素早く構築するデモをご用意しました。このユニットは船の中央部に配置されます。初期のデザインフェーズにおいて、モデルは以下を十分に考慮する必要があります。ユニットの正確な重量と重心、初期段階での部品構成、設置スペース、そして FEA など分析ソフトウェアへのエクスポートの可用性。このためエンドカット、カットアウト、マウスホール、継ぎ目などの詳細は必要ありません。まずシップコンストラクターにサーフェスモデルをインポートします。線刻に横断面をマークし、それらを使って平面グループを定義します。ここではロケーショングループスツールを使用します。このツールで船全体の平行参照を定義し、別の平面をモデリングする際の基準として利用します。モデリングを始める前にタスクをアクティブにします。タスクを使って一連の変更の割り当て、管理、追跡、姉妹戦艦の変更の伝達などに利用できます。ぜひワークフローに組み込みましょう。ではまずメインデッキをモデリングします。これは線刻モデルで定義したデッキのアウトラインです。アウトラインには船の中心線を軸とする閉じた境界を作成し、デッキプレートを定義します。マークグループインターセクションズを使って各壁の位置を表示します。デッキ上で「Show Datum Locations」を選択し、冒頭材の配置箇所を表示します。では最初のプロファイルを作成しましょう。単部処理と製品階層はここでは重要ではありません。コピー、ミラー、アレイコマンドを使って元の部材との関係を保ちます。エンドカット、カットアウト、トリムの追加、そしてプロファイルのサイズ変更はすべて自動更新されます。ここでは船の中心線に沿って左右対称のプロファイルを作成します。その前にアクティブ UCS コマンドでデッキの厚みを表す新しい平行面を作成します。これは後にパラメトリック作図線の作成に利用します。ここでは先へ進み、他のデッキを作成し、最初の重隔壁の作成を検討します。メインデッキ作成時のように、マークグループインターセクションコマンドを使って重要な位置を表示します。ここではデッキモールドと厚み面を示します。これら両方の平面を使用してデッキを定義すると、デッキの高さが変わっても、縦プレートとのパラメトリック関係で対応できます。またデッキプレートの厚みも計算に入れます。延直プロファイルを各壁プレートに追加できますが、今回はトリムを適用します。両端が各デッキ面に調整されます。デッキの高さや連結プロファイル変更の際は自動的に更新されます。このプロセスを繰り返して上部デッキにプロファイルを追加します。コピーコマンドを使用して元の部材との関係を保つすべての基準位置に各プロファイルをつなげます。デッキプレートと同様、プレートの厚みに UCS 面を追加してフレーム定義の際に利用します。先ほど右舷に作成した重隔壁を今度は船の中心線を軸として対称複写します。オブジェクトが適切な平面グループに移動します。ミラーコマンドを使用して作られた隔壁は、プロパティ追加やプロファイルタイプの変更時もコピー元の部材との関係を保持します。他の重隔壁を作成し、次はフレームに取り掛かりましょう。他の平面グループと同様、フレームは船の中心線を軸として作図線を対称複写することで定義し、マークグループインターセクションズコマンドで連結デッキと重隔壁を表示します。タンクトップデッキには傾斜面があるため、フレームプレート作成前の作図線の調整が必要です。フレームプレートは境界間を選択して定義します。基準線を使ってリングフレーム内のカットアウト位置を決めます。ここでは基準線の中間点を使用して穴を等間隔に配置します。円または線を作成し、それらをプレート部材に追加します。基準線が左右対称であるため、船の中心線を軸にしてプレートをミラーリングします。作成したフレームは水密横断面を含め、コピー元の部材との関係を保ちながら他の横平面グループに複製できます。ではここでモールド面の境界内部をクリックしてプレートを作成します。この段階では必要ありませんが、棒東材のカットアウトは必要時にボタンをクリックして追加できます。ではプレートに鉛直プロファイルを追加します。トリムを必要とするこれらのプロファイルには交差する縦断面と接続できるようオフセットを設定します。後の位置変更の際にはデッキとのパラメトリック関係が利用できます。類似のフレームタイプに複製する前にこれらのプレート部材は連結したプロファイルとともに船の中心線を軸としたミラーリングで処理できます。では結果を見てみましょう。ユニット一つだけのモデリングをご覧いただきましたが、ユニット内訳の定義なしでも、船全体のモデルをすぐに作成できるのです。詳しくは www.ssi-corporate.com/JA まで。ご視聴ありがとうございました。